シルビオモーザーはスイスのレーシングドライバー、F1 ドライバーである。愛称はビッグシルブ、チューリッヒ出身。1961年からレース活動をスタートさせ、ヒルクライムやホーミュラジュニア、F3 などに出場。1967年、イギリス GP でプライベートチームのクーパーを買って F1 デビュー。 翌1968年はマシンをブラバムに変更、オランダ GP で5位に初入賞する。1969年からは、自らのチーム、シルビオモーザーレーシングチームで出走。1970年はマシンを、グリエル・モベラ氏が製作したベラ氏に変え6戦に出走するが、決勝に進出したのはオーストリア GP だけで、それ以外のレースは予選落ちに終わる。 1971年は、ジョリークラブスウィッツランドから、イタリア GP に出走したのみで、予選22位からスタートして、リタイアに終わった。この年以降は、F2 レースでの活動があるになる。1972年からは、スポーツカーレースにも参戦を開始。1973年のタルガフローリオでは5位に入賞する。1974年は、 ブラバム BT42 で再び F1 に参戦することを計画していたが、後日の事故のため中止された。4月25日に開催されたモンサ 1000km の144周目に、モーザーがドライブしていたローラ T294 がコース脇に止まっていた別のマシンと衝突。この際シートベルトを着用していなかったため、ステアリングに頭部を強打し、 ヘルメットが割れるほどの衝撃を受け重傷を負った。一旦、ミラノの病院に収容された後、スイスロカルノの病院に転院したが、意識不明のまま、約1ヶ月後の5月26日に死亡。33歳を打ありがとうございます。